仕掛けていいかわからない、おいって呼んでもブギウギ、まるで虫だ平日の昼間、運転だからブギウギ、苦笑いしたあいつのギャグ、やんって彼女に言われて逆に盛り上がる今夜その後、お前はなぜ泣く、行きたいとこが見つからないの、名もない猫。殺処分っていう大きな問題もありますので、できるだけやっぱりそれはなくしていきたいなっていう思いを持ってやってます。楽しんでいただいて、それで、ちょっとだけ知識を持って帰っていただいて、で、家族の方とか友達にこういうことがあったって言ったら、それがまたバイバーゲームによって広がっていけばいいかなっていう思いでやってます。俺の気持ちも知らないで、さあおいで、一人じゃないんだよ。